おはようございます。おやすみなさい。森のダンジョンが開いたところだったな。ちょっと行くか。違うこれね、ちょっと昼行ってみるわ。とりあえず関係ない話で始まるのは非常に申し訳ないんですけども、ちょっとポーション買いに行きますね。喜ばしいことにですね、我がサークルダウンエイジフロンティア見事夏コミ当選。よかったー、もう本当によかったわ。もうちょっとね、一回夏、去年の夏 C92 に落ちてたんで、ちょっと俺夏無理なんじゃないかなと思ってたんですけど、ちょっと受かりましたわ。よかったー、もう本当によかったー。そして明日ですね、ダウンエイジフロンティアのメンバーがですね、東京にぶわっと引っ越してきます。だからもうついにちょっとコミケの制作もガッと進めていくんで、まあ、よかったら夏のコミケ日曜日ですね、遊びに来てください。西ということで企業ブースの下に当たるのかな。いやーよかった、本当によかったわ。前回はですね、冬のコミケ C93 では森だな、本当に音楽変わるのかな。見事完売ということで、いろんな人に、うわいった本を手に取っていただいて非常に嬉しいです。これ結構怖いです。あら、これまた違う素材が出てきた、植物片。楽しみだ。あ、いった。お前どこにでもいいんだ、このなんかさわし、なんだこのキノコ。ヘッドスピンキノコが出てきた。ブレイクダンスしてるじゃないかよこいつ。何にも落とさないしな。渋いなアイテム。読みます。パターンがあるのだ。そうとも、これらダンジョンには間違いなくパターンが存在する。一見では無作為に見えるかもしれない、むしろ単なる混沌にしか見えないかもしれない。だが実のところ、事実はその印象とは全く真逆であると言っていい。そこには合理性と繰り返しが存在する。一種の神格的存在の導きといえばいいだろうか。ダンジョンは再構築されるたびに一種の型紙に従って構築されていく。例えばダンジョンには3つの階層があることは周知の事実だろう。だが各階層に必ず地位の泉が出現する事実に気づいただろうか。しかも次の階層への通り道上に必ず現れる。治癒だけではなく方向を導いてもくれるのだ。これらダンジョンは探索者に財宝を見つけてほしいと言わんばかりじゃないか。ああ、そうなんだ。てか、あれなんだね。温泉のある道って正解なんだね。正解っていうか、クリアへの道になってるんだね、下の階層への。まあ確かに、絶対泉あるしね。パターンはある。こいつ気をつけないと3発か。深刻です。あ、外れた。OK。落ち着けよ、こんなに余裕よ。なんだこれ、根っこ保存されたね。と、怪しい壺かこれ。違う。液体容器。容器がアイテムとしてるのか。なんか入れるのか。あ、謎の草。謎の草が。自分の本体を投げて飛ばして、あー落ちていく。おいおい。このゲーム、あれだね、ちょっと一つ俺の中で欠点が見つかったんだけど、お店のパートがね、正直言ってあんまり面白くないね。なんでかっていうと、いくらで売れるっていうところを見つけるじゃないですか。あ、これ何円だなみたいな、それで売るだけなんですよ、結局のところ。それがちょっとあんまり面白くない。あ、これ崩れるのか。危毒毒状態か。毒とかの守りっぽい。痛い。ドットダメージ食らう。あ、強ちょっともう一回いきますわ。これで昼だから、夜になったらどうなんだこれ。あら、いきなりなんか神殿みたいなところが。遺跡かなこれは。あっつー、お前めっちゃ食らったし。あ、あれか、これだね。いった、は？ちょっと冗談じゃないよこれ。
熱っ熱っ、え？強熱っ、え？強熱っ、え？全然食らわないし、もう通り抜け推奨だね。いや、とんでもねえな、このダンジョン。もう回復ねえわ。ちょっと、頃合い見て帰りたい。さっさと。いや、こんなに違うか。ゴーレムと森で。かなり結構、お、なんか、これ下あるよ、多分。ほら。なんか光ってた。なんだ、この本は。森林の、森林の歴史？歴史の教科書拾っちゃったわ。うわー、なんだこいつ。嫌いなんだよな、歴史。なんか森のせいみたいなの怒らしちゃったんだけど。ちょっとー。お前ワンパンで俺のこと倒しそうだな。体力47だし。逃げますわ。お前は横から撃てば、オッケー。なんか、あれだね。いってぇ、もう帰れんのかな。よし。あれだね、バスティオン強化版みたいなやつ。あ、追いかけてくるんだわ、こいつ。これ見てみ、なんか左下にゲージ出てきてるわ。こいつ追いかけてくるね、これ。泉だ。ん？回復量が違う。1年前に我々の実験のいくつかを破壊した犯人は不明である。そして現在は研究材料が毎日のように消失している。ん？邪魔をする存在。あ、ここ関係ないな。まあいいや、倒しよう。行って、これ超ペル、もう一見近接に見える。うわー、出たよこいつ。本当にずっと追いかけてくるんだ、これ。いくつまで回復するこれ。結構回復するんだ、これ。100以上回復するんだ。前の遺跡のやつは100しか回復しなかったけど。よし、湧いたよ、湧いた、湧き上がったわ。こいつがいる状況でここ突破しなあかん。ちょっとこれはきついな。うまいっていうか、うまいわ。敵がうまい。うまくかわしつついきます。なんとか。いや、よくわからないの来たな、お前。よし、下の階層まで行けば多分大丈夫。逃げ切ったかな。あ、逃げ切った。左じゃなくなったわ。森のダンジョン2層。いやー、これちょっときついな。帰るわ。いや、こんなレベル上がるか、森のダンジョン。これちょっと対策が必要だね。どうしようか。ちょっと、とりあえず物売りますわ。そっからスタート。多分錆びた剣属性がついてるね。多分この新しいアイテム、森のアイテム、まあまだ使わないかな。まあ、使うかもしれないけど、ちょっと商売させてもらいます。100円200円と読んで、いらないもの、いらないもの、ここら辺かな。あー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 、石もいいかな。コンタクトレンズ、液体容器、ライトエッセンス。ここら辺は新しいアイテム、新しいアイテムをちょっと売っていこうかなと思います。高値もちょっと増えたし、売っちゃおうかな。強化鋼、ウィスプは置いといて、これ壊れたスリング売れるのかな。ゴーレムキングのエネルギー、これは絶対使うね。間違いないと。まあここら辺だろうか。新しいアイテムはちょっととりあえず売ろうと思う。一層で手に入ったしね。よし、売ります。ちょっとボリすぎかな。黄金のルーンとゴーレムコアも値段が分かってるんで、回転。これなんですよね、値段が分かったらもうね、ここで待つだけなんですよ。そこがちょっと問題かな。最初は楽しいと思う。でもどんどんなんか、って感じになってくるね。高いから。あ、安いんだ。もう、それは高いね。まあ、これはいっぱい落ちてる分、そんななんだろうな。まあ、石と、レンズ売りましょう。はい。まあ、ルーンはもう間違いなく、ね。ゴーレムコアも売れるとして、保存された値がいくらか。とりあえず100円であります。100円ぐらいかなと思う、難易度的にね、取った時の。
まあ、この間にサークルの紹介をするとですね、まあ、ダウンエイジフロンティアでは創作をやってます。創作活動ですね。なんかお話を考えたりしてます。主にキャミヤスズメ先生、神谷先生、絵師の神谷すずめ先生が描いてイラストで、お話も結構考えてて、あ、いや50人か、それをベースに何人ぐらいいるかな、今8人か9人ぐらい主に活動してます。300、これは高くてもいい。でダウネージという本シリーズを作ってますね。ダウネージアフターマスという本を冬込みでは売りました。それ安いか、もうちょっと高くてもいいな。多分200あんなこれ。あ、それも安い。液体容器やっぱ1個しかないもんな。いや400だもん、この何野獣先輩のリンゴみたいなやつ。意外だったな。鋼は300いくと思う。花びらは多分50、100で置いときますか。とりあえずゴールにちょっとここら辺は売らないでおこう。ちょっとバックヤード見てきます。他に売れるものはないか。なんかなくなってきたね。てか使い道がよくわからないんだよな、この錆びた剣とか。タガネとこれ金は売れないから、まあこんなもんかな、売れるの。あら値が安い。基本的に高めに取っていいな、これは。新しい層のアイテムはやっぱ金の価値がどんどん、金がどんどん、金がお金がどんどんあれなんだね。主に8人ぐらいでダウネージっていうストーリーを書いてて、主人公のイセリアが、まあ、記憶を求めて旅に出るっていう、本当はゲームを作りたいんですよ、ダウネージの。300安いか、これ500で取るわ。500円でよかったんだ。本当はゲームを作りたいんですけども、まあ、今はもうゲームのコンセプト集みたいな、コンセプトイラストだったりストーリーだったり設定みたいなものを、まあ何十ページかにわたって作ってる本ですね。あとそれと T シャツのデザイン、アパレルもやってて、 T シャツ、ステッカーなんてもの、タオルとかも作ってます。これが前回はもう全部売れちゃったんで、ありがたい限りです。よかったら興味ある人は夏コミ見に来てください。1万円売れましたね。とりあえず装備だと魔法使いの子がいる。誰か巨大なガーディアンを倒したって。ちょっとねレンジが必要かなと思い始めました。グローブ使ってますけど、槍か体験、この辺りを作った方がいいんじゃないかなと思い始めたんですけど、素材は足りないですね。体験はおそらく、まあ、ムーブメントスピードマイナス10って書いてるんで、まあ、ここら辺同じ攻撃力だけどリーチがある槍をちょっと作ろうかなと思います。欲しいものリストに入れておいて、またゴーレムのダンジョンに潜ろうかな。防具に関しては、あ、新しいの出てきてるな。ここら辺もね作っていかないと商売だけじゃなんともならないっていうのがこのゲームの難しいところであり面白いところか。とりあえずこの1万円で店舗を拡張しますか。じゃあ8000円だったよね最初。店内を飾り付けることができてお客さんを喜ばせる、アイテムの追加スペースが用意されていると。で、じゃあ1個目の拡張をやっていきたいと思います。どうなる最初の店の拡張。あ、大工さんやってくれるんだ。さあこの店舗がなんということでしょう。外見ではよくわかりません。中入ってみよう。これこそいい仕事ぶりってもんだ。大して変わってない。それは美しさは内側から醸し出されるものだからさ。ああ、俺のこのセリフを聞いてたかのような回答だったね。中入ってみよう。おお、全然違う。8個売れるようになってる。ベッドは、ベッドついてんねや。一緒やんけ。あ、チェストが増えてる。やったー。あれチェスト増えてるね、これ。あ、元からあったっけ。元からあったっけ。まあいいや、直してきます。
チェストは多分増えてると思う。さすがに俺の目が狂ったわけではないと思う。んじゃあゴールデンのダンジョン行きますか。まあいいや、とりあえずテンポを拡張したんで今日はこの辺にしときますか。じゃあまた次回お会いしましょう。お疲れ様です。あ、おやすみなさい。